ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのサキです。皆さんはレアアースを世界一産出している国を知っていますか？レアアースは私たちの身の回りの様々なものに使われている希少金属の一つ。そのレアアースは実は世界で大きなシェアを持つのはあの中国なんです。中国はレアアースを外交カードに使いながら自分たちの思うままに利用してきました。取れば取るほど国の収入も増えるため、何も考えずにどんどん採掘しているのです。ところがそんな中国で今、レアアース採掘による深刻な環境汚染が起こっています。そして日本を追い越そうと急激に EV 化も進めていますが、これも大きな問題となっているんです。中国は今、自分たちのせいで自爆しそうな勢い。今回はレアアースの採掘、そして EV 化による中国の環境破壊の実態について暴いていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。皆さんはレアアースについてどれくらいご存知でしょうか？名前は聞いたことあるけどとか、難しそうでよくわからないという方のために、まずは簡単にレアアースについて説明しますね。レアアースというのは鉱物から抽出される金属のうち17種類の元素を一つにまとめて呼んだものです。多くの鉱物は銅や鉄などいろんな金属を含んでいます。その金属もいくつかの種類に分けられていて、ベースメタル、貴金属、レアメタルと呼ばれているんです。ベースメタルというのは銅やアルミニウム、亜鉛などのように生産量が多くいろんな材料に使われる金属。私たちの身の回りにも多く使われています。貴金属は金、銀、プラチナなど酸やアルカリに反応しにくい安定している金属で、よく宝石などに使われていますね。そしてレアメタルというのは地球上の存在が稀、または技術的、経済的な理由で抽出困難な金属の中でも工業需要が高く安定供給の確保が必要なものと定義されているんです。そして今回の主役レアアースはそのレアメタルの一種で、別名輝土類とも呼ばれています。それではレアメタルが私たちの身の回りのどんなものに使われているのか見ていきましょう。例えばセリウムという元素、これは液晶画面や車の排気ガスの浄化などに使われています。ネオジムやディスプロシウムという元素は電気自動車のモーター用磁石などに使われていて、需要が高い元素の一つ。私たちの身の回りでいうとスマホやさまざまな電化製品、光ファイバー、医療用画像診断装置など日常の多くの製品に使われているのです。これらのレアアースは少量加えるだけで耐熱性や強度を高めるなど製品の性能を良くすることができるので、産業のビタミンとも呼ばれています。このように産業的な価値がとても高いレアアース、重要性は年々高まっており、2017年の世界の生産量は13万トンでしたが、2022年には30万トンと大幅に増えました。冒頭でも紹介したように、このレアアースの生産量1位を占めているのは中国なのです。その量はなんと21万トンで世界シェアの約7割という状態。2位のアメリカが4万3000トンで約 14%、 3位がオーストラリアで1万8000トンで約 6% ということから、中国がどれだけ多くの量を生産しているかがわかります。一時期は中国が世界シェアの
95% 以上握っている状態が続いていたため、危機感を感じたアメリカやオーストラリアが生産を始めたという経緯があるくらいです。しかも中国は需要が高まるにつれて10年前の約2倍にまで生産量を増やしています。ここで問題になってくるのは、これだけ重要な金属を一つの国に依存しているということ。もちろん中国は政治の切り札としてレアアースを利用しています。何か中国の機嫌を損ねることがあろうものなら、輸出をストップするというのです。万が一中国からの輸出がストップしてしまったら、その相手国は大打撃を受けることになるでしょう。実際2010年には尖閣諸島問題を受け、日本に対してレアアース輸出を禁止するという事態が起こりました。こんな中国依存の状態から脱しなければならないと G7 でも重要視されている問題なんです。ただこのレアアースの発掘は地表を削って行うことから、環境への影響は少なくありません。その土地の生態系にも影響を及ぼすのです。そして採掘するときには、土壌や地下水を汚染する硫酸アンモニウムや塩酸などの溶出剤が必要とされます。輸送などのコストカットのために、鉱山そのものにその溶出剤を直接かけることもあるんだそう。想像するだけでもひどい様子が目に浮かびますよね。さらにレアアースの原料である鉱石は放射性物質を含むものが多いのも問題です。鉱石から取れるレアアースはほんの少量なのに、放射性物質の処理に大変な労力がかかります。処理には広大な土地を必要としますし、人体への影響も計り知れません。このようにレアアースは重要な物質にもかかわらず、採掘すればするほど環境へ重大なダメージを与えてしまうんです。レアアースをガンガン採掘している中国ももちろん例外ではありません。今中国ではこのレアアース採掘による環境汚染が重要な問題となっているのです。中国のある地区では次のような環境汚染が発生しているという報告があります。まず一つ目は地下水の汚染。地下水が匂っていて茶褐色の沈殿物が見られるとのこと。これでは飲料用にも農業用にも使用することができません。二つ目は農作物の収穫量。通常の6から7割程度しか収穫できず、農業への影響が懸念されています。3つ目は家畜への影響。家畜、つまり豚やヤギなどの奇形が多数生じているというのです。ヤギの歯が黒くなって餌を食べられなくなり死んでしまうなんて事件も起きています。4つ目は家屋への影響。空気中の化学物質が反応を起こして毎日窓ガラスに模様を形成するというのです。窓ガラスは空気中の化学物質に反応することで被害が目に見えますが、空気中に漂っている分は人が吸っている可能性も高いでしょう。それにより原因不明の体の痛みが出たり、がんや脳梗塞の発症率が上昇したとの報告も上がっています。このようにレアアースを採掘している周辺の地域では様々な影響が出ているのです。2002年の時点ですでに人が住むには適さないと言われていたにもかかわらず、中国政府はこれを放置。2010年にようやく周辺住民の移住が決まりました。他の国に負けないよう経済の発展ばかりを重視してレアアースを採掘しすぎた結果が、これじゃ意味がないですよね。ただ今も採掘量は増えているため、正直この問題が完全に解決したかどうかはわからない状況です。今後もまた別の地域で同じような被害が出る可能性はあるでしょう。ではここからは話を変えて、中国のもう一つの問題、急激な EV 化による影響について紹介していきます。
ここまで中国はレアアース大国だということをお伝えしてきましたが、実は EV 販売台数世界1位の EV 大国でもあるのです。中国は2010年から EV に対する支援政策を打ち出し始めました。国の方針をもとに EV 購入者には最大で6万元、当時の日本円にして約80万円の補助金を支給するなど、国全体で EV 化を推し進めたのです。さまざまな政策や補助金によって2012年には年間1万台ほどだった販売台数は、10年後の2022年にはなんと690万台と、増え具合には目を見張るほど。中国だけで世界の EV 売上台数の 50% 以上を占めるというから驚きです。ではなぜ中国はこれだけ国を挙げて EV 化を推し進めてきたのでしょうか。それには大きく2つの理由があります。1つ目は環境汚染対策。先ほどのレアアースの発掘以外にも、人口増加による大気汚染など、中国では様々な環境汚染が問題となっています。そのため自動車の排気ガス対策として EV が推進されてきました。ただしこの一つ目の理由はただの建前。もう一つの大きな理由は、自動車大国になるのが目的だからなんです。エンジン車で出遅れた中国は、どんなに頑張っても日本やヨーロッパ、アメリカに勝つことはできません。そこで次世代自動車マウントを取ろうと、国の費用を大量につぎ込んでまで EV の購入を支援してきたのです。結果、中国は年間数百万台の EV を売り上げる EV 大国となりました。ただそこは中国、先ほどのレアアースと同様、急激に EV の増産をしたことで、これによる弊害が出てきているのです。ではまず EV の欠点について説明していきましょう。 EV は走行時には二酸化炭素を排出しないため、環境に優しい車と言われてきました。ただ EV の製造時って普通の車よりも二酸化炭素の排出量が多いんです。フォルクスワーゲンの報告によると、同じ形のディーゼル車を作るのに対し、 EV を作る際に発生する二酸化炭素は約2倍とのこと。しかも EV 製造時に必要なエネルギーの約4割はバッテリーが占めているというのです。つまり EV のバッテリーを作れば作るほど二酸化炭素が発生するというわけですね。さらにバッテリーを作るには、リチウムやコバルト、ニッケルなどのレアメタルなども必要になるため、採掘による環境破壊も心配です。走行時だけのことを考えていてはダメということなんです。そしてこのバッテリーの処理の際にも環境に大きな負荷がかかります。バッテリーに使われているリチウムなどの材料はそのまま廃棄すると、土壌や水を汚染する原因となるのです。実は街中を走っている時以外は EV ってそれほどエコな車ではないということがお分かりいただけたでしょうか。中国は約10年前から EV をどんどん生産してきました。そしてここ数年で急に増えた EV のバッテリーが今次々と寿命を迎えているのです。つまり EV のハイバッテリーがどんどん増えていくということ。ある統計によると、2021年の世界の EV バッテリー廃棄量は約10万トンで、そのうち9割以上を中国が占めているといいます。中国の中央省庁は、これまでも国によって認定されたリサイクル企業によるリサイクルを促進してきました。しかし認定企業が回収したバッテリーの量は予想を下回っていて、約8割の使用済み電池が正規ルート以外で取引されているそう。バッテリーを処理しても得られるレアメタルなどの量が少なく、あまり利益が出ないのです。そしてそのような
正規ルートで回収されたバッテリーは、小さな工場などで環境保全基準を無視して処理されています。北京理工大学のウー・フェン教授は、電池の毒性レベルについて、20グラムの携帯電話用電池1つで、標準的なスイミングプール3つ分の水を潜する。陸地に廃棄されれば、1平方メートルの面積を50年にわたって汚染すると説明しています。携帯電話に使われている小さなバッテリーですらこのレベルなので、何十倍もの大きさになる EV のバッテリーの毒性はものすごく大きなものでしょう。中国は EV で世界一のシェアを取るという目的だけで、どんどん EV を製造した結果、今度は処理問題に苦しめられることになったのです。これらの問題について海外からは非難の声が集中しています。中国のレアアースが安いって環境を壊しながら作ってるんじゃ当たり前だよ。他の国は高くてもきちんと環境に配慮してるんだ。レアアース採掘の汚染のせいで歯が抜ける村なんてのもあるらしいよ。なんで早く中国政府は何とかしようとしないんだろう。インフラも整ってないし、きちんと処理もできないんじゃ、車だけを安く買えるようにしたって意味ないよね。実に中国らしいな。儲かるならすぐやるのに、出てきた問題は後から何とかしようとするんだから。安いからって中国製のものに手を出すのはやめた方がいいよね。どうやって作られているかまで考えないと。これは私たちの使命だと思う。このように中国は利益を追求するあまり、住んでいる人たちの健康を失うという結果になりました。今後も廃バッテリーはどんどん増えていくでしょうし、すぐにレアアースの採掘がストップするわけでもありません。確かに中国製品は安いことが多いですが、その裏でどのような環境破壊が起こっているのかを私たちも知る必要がありますよね。本当に地球のためになっているのか、そこまで考えるのが大切なのかもしれません。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。